さて、これよりメインイベント79年世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦引き続き第1戦が行われます。まずテーマソングを皆様方にお聴きいただきたいと存じます。和風マクダニエルブラックヒル組のテーマソングが決まりました。異色のインディアンチームの入場からご覧いただきましょう。V1 を狙いますアブラザ・ブッチャー・ザ・シーク組対初参加の和風マクダニエル・フランク・ヒル組の対決を迎えております。何しろ総当たりリーグ戦で最多得点チームが栄光の座を獲得するとありまして、非常に一戦一戦が大事になってまいります。初参加の異色のインディアンチームが入場してまいりました。チェロキー族の血を引く勇猛なインディアン民族であります。特にベテランのノースカロライナのトップスター和風マクダニエルは打倒ブッチャーを目標にしています。若いフランクヒルを従えての入場。さあ、そして今世紀最強の凶悪コンビの入場でございます。ご存知アブドラザ・ブッチャー・ザ・スイク組。リング上ではインディアンチームがダンスを見せています。インディアンダンスを見せています。余裕しゃくしゃくのインディアンチームであります。さあ、反対の花道、アブドラザ・ブッチャー・ザ・シーク組の入場。昨年はシーク負傷帰国によりまして3位タイにとどまりました。そして一昨年は吉がいじみたフォーク攻撃によりまして同じく第3位。今年3年越しで優勝を狙う。そして同時にザ・ファンクスと5度対決いたします。アブドラザ・ブッチャーが先に入場。何かこう不気味な雰囲気に包まれました超満員の後楽園ホール。続いて怪人ザ・シーク入場であります。両チームが入場いたしまして、これから花束贈呈のセレモニーでありますが、果たして両軍の紹介が行われるかどうか、どうやらダメの様相だ。まだ45分の一本勝負、ゴングは鳴っておりませんが、アブドラザ・ブッチャーがフランクヒルを放送席に持ってまいりました。フランクヒルを放送席に持ってまいりました。さあ、開幕戦から大変なハプニングが見られそうです。アブドラザ・ブッチャーは若いフランクヒルを捕まえまして放送席に突進。そして背中からザ・シークがこのフランクヒルをがんじがらめ。おっと、和風マクダニエルがここで来た。インディアンとブラックパワーの対決、インディアンとブラックパワーの対決。ザ・シークはフランクヒルを捉えてまた放送席。ものすごい大きな体が飛んでまいりました。放送席は完全に破壊されました。放送席は完全に破壊されました。さあ、そして先に入りましたのはアブドラザ・ブッチャーだ。さあ、今45分の一本勝負、公式戦ゴングが鳴りました。和風が突進する。ザ・シークと和風の攻撃。さあ、早くも流血か。まだ流血はないが、おっと、ザ・シークが狂気、ザ・シークが狂気、狂気で左の肩のあたりをつきました。和風マクダニエル、まだ流血はしていません。頑張っています、頑張っています。初参加で初優勝を狙っております和風マクダニエル、そしてフランクヒル組のインディアンチームでございます。勝負は今告げられました。45分の一本勝負で行われます。さあ、3回目のこの大会出場で初優勝を狙っておりますアブドラザ・ブッチャー。さあ、アブドラザ・ブッチャーがどうやらフランクヒルを捉えました。フランクヒルを捉えました。山田さん、今大会の14選手の中で一番若い選手がこのフランクヒルなんですけれども、さすがにアブドラザ・ブッチャー、ザ・シーク組はフランクヒルを狙ってますね。そうですね、やはりね、和風の場合ね、はい、非常にベテランですしね、ちょっとポイントをつかみにくいと、はい、その点でやはりヒルを狙ったんでしょうね。そうですね、山さんね、この V1 を狙っておりますザ・シーク、アブドラザ・ブッチャー組ですが、まあ、いわば3つの関門があるんですけれども、今夜の大会は第一関門ですね。そうですね、はい、そのシークが狂気を明らかに持っている。フランクヒルの右の胸のあたりを突き刺した、左の胸のあたりを突き刺した。昨年の蔵前、いや札幌での大会を思い出す。それから77年のオープンタッグ選手権を思い出す。ものすごい狂気の乱舞であります。そして今度はアブドラザ・ブッチャーにタッチが行われました。狂気は完全に五寸釘です。あれは五寸釘、はい、はあ、そうですか、五寸釘だそうです。山田さん、この五寸釘を口の中に入れました。さあ、起こったのは和風マクダニエル、インディアンの大集長和風マクダニエルが突進してまいりましたが、しかしこの2人のタッグコンビはもう皆様おなじみ、非常にうまいタッグチームの、タッグチームで非常にこのうまいタイミングで若いフランクヒルをめった咲きにしています。フランクヒルをめった咲きにしています。さて、ゲストの竹内さん、はい、このフランクヒルは初来日なんですけれども、インディアンのレスラーとしてはまだ若いチームですか、選手ですか。しかしですね、カンサスですとかね、はい、この突き当たりではかなりですね、得点に立てて有名ですね。
そうすると NWA の狩猟テリトリーを歩いてるんですね。そうです。そうですか、わかりました。またしてもザ・セイクがフランク・ヒロを捉えました。リングの中には親分の大集長、和風がなかなか入ることができません。狂気をタッチ、狂気をタッチした。今アブダラド・ブッチャーの手にどうやらその狂気が渡っているが、さあアブダラド・ブッチャーの手のひらは今のところ何も狂気は持っていません。地獄突きをかませました。フランク・ヒル倒れ込みました。リングの中央いいポジションを取りました。皆さんにご紹介が行われましたけれども、山田さん、アブダラド・ブッチャーは今夜は黒のタイツですね。そうですね、今までに見せませんでした。黒い柔道着をつけています。アブダラド・ブッチャー初めて見せました黒い柔道着スタイル。そしてご存知、ザ・スイークはラクダの脱ぎ取りの黒いトランクスであります。いかにも黒のブラックパワーチームというような感じがいたしますが、ザ・スイークを捉えたフランク・ヒル正面から、スイークをめった抜き、さあ和風を取ったトマホーク、トマホークチョップ、インディアン流のトマホークチョップを打ち出しました。今度は逆水平、アブダラド・ブッチャーに立ち向かうインディアンとブラックパワーの対決。竹内さん、はい、インディアンとこのブラックパワーの対決、アメリカ本土ではどうなんですか。ともかくノースカロライナですか、ジョージアではですね、もうまさに犬猿の仲ですね。犬猿の仲、はい、そうしますと日本のリング上で決着をつけたいところなんですよね。そうですね、そうですね。さあ和風マクダニエルが得意のトマホークチョップを打って、今度は顔面かきむしりの攻撃に出ました。大きなスパンであります、和風マクダニエル。さあアブダラド・ブッチャー一旦は劣勢に陥りましたけれども、早くもスタンディングポジションを取りまして、正面から地獄突き決まっています。地獄突き、さあサイドからのヘッドバット、これも決まっている。逆水平で返した、インディアンの血、インディアンの血が流れます。和風マクダニエル非常に荒っぽい性格です。さあブラックパワーをやっつけるか、だん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 お尻が下がってまいります。ザ・スイーク手が出ません。インディアンの和風マクダニエルと、そしてブラックパワーの総帥アブダラド・ブッチャーの一騎打ちになりました。いや大変な争いですね、山田さんね。そうですね、やはりね、はい、和風もね、ちょっと非常に冴えてますよね。冴えてますね。おっとお待ちください、おっと危ない、手の甲を強打いたしました。椅子で手の甲を強打、ザ・スイーク今度は椅子を持ってまいりました。和風が怒った、和風が怒りました。チェロキー族の赤い血が踊ります。和風マクダニエルがその椅子を持ちまして、ザ・スイークの顔面にめった打ち、そしてアブダラド・ブッチャーの背中に回りました。タイミングを取って思い切って椅子攻撃、これは効いた、大きく肩で深呼吸。アブダラド・ブッチャーなかなか立てない、相当ダメージがあるようですね。これはね、はい、相当効いてますね。本当ですね。しかしインディアンチームなかなかファイトありますね。まあそれにしましても、今大会初めての参加で本当にこの大会に新風を吹き込んでくれましたね。はい、今見せたのが和風マクダニエルのエルボードロップだ。アブダラド・ブッチャーの地獄突きに返礼であります。この戦いぶりから見ていますと、山田さん、今後この本当に台風の目になりそうですね。和風組は非常にね、予想してたより戦力がありますね。そうですね、今度はザ・スイークが飛びかかります。そしてフランク・ヒルもここでどうやら落ち着いたようです。パンチを浴びせますフランク・ヒル。若いフランク・ヒルが大集長のアブダラド・ブッチャーの指名通り動いていますが、狂気がまた目に見えた、狂気が また目に見えた。前のめりに倒れ込みましたフランク・ヒル、まだ出血はない、非常に強そうだ。大きく肩に持ち上げたアブダラド・ブッチャーが肩に持ち上げてバックドロップ、豪快バックドロップ、日本初公開、すごいバックドロップです。これはすごいですね。すごい大技を見せました。初めてですね、日本で初めて見せました。豪快な大技、フランク・ヒルはめった打ちされます。どうしてもこの辺りキャリアが物を言います。さあザ・スイークがキャメルクラッチスタイルになりまして、額の辺りに狂気を完全に見せてついていますが、今レフリーがどうやら目にしたようだが、狂気で刺す。アブダラド・ブッチャーのフォーク、アブダラド・ブッチャーまたしてもフォークを持っていました。そのままシークがのし上がって、どうやらカウントが入った模様。おっとカウントが入った模様ですが、脳天をえぐられました。期待ではありません、脳天をフランク・ヒルえぐられました。大変だ、頭の髪の毛、頭髪から血が下から落ちております。ものすごい流血、すごい流血になりました。ものすごい出血です、ものすごい出血です、ものすごい出血になりました。頭の中心部を刻まれました。さあ今度はトマホークチョップで怒った、和風マクダニエルがトマホークチョップでザ・シークに行く、ザ・シークに行く。さあフォーク、ものすごいフォーク、フォークで今度は和風マクダニエルの背中を突き刺す。おっとケリーが来た。さあ
ユタリコの対決も待ち構えています。セリーバンクがやってきた。ウエスタンスタイル、テンガロンハットをかぶっているドリーバンクジュニアがザ・スイークの額をめがけまして拳打ち。さあどうやらバブーの方に加勢するようです。さあベルトを取ってベルトで引っ叩く、ベルトで引っ叩く。ウエスタンのベルトジーンズから外しました。セリーバンクであります。ここでもテキサスブロンコ魂を発揮いたしました。後ろから東亜蒲田、東亜蒲田はアブドラザ・ブッチャーの軍団だ。大金太郎の姿は見えるかどうか。東亜蒲田がここで登場してまいりまして、片一方のリングサイドでセリーバンクと東亜蒲田がやり合います。さあ狂気で今度はワット血だるまの和風マクダニエル、またいく和風マクダニエルが今度はフォークではありません、フォークですね、フォークを取り回しました。そして放送席にはザ・セイクがのしのしてやってくる。セリーバンクが東亜蒲田を放送席に飛ばします。ザ・セイク和風の一騎打ち、狂気を持っておりますので非常に危険です。さあ狂気でぐっさり東亜蒲田の額を裂きます、引き裂きます。大変な一戦になりました。反対側のコーナーではおっとセリーが行く、セリーが行く。ドリーファンクジュニアは、ドリーファンクジュニアはアブドラザ・ブッチャーを打っています。ものすごい勢いだ。さあ何がシークにジャップを見舞いました。さあもう超満員の後楽園を売る大混乱になりました。おっとセリーファンクがすでにコーナー馬場との一戦で45分フルに戦っております。さあおっと今度はセリーファンクが椅子を放げました。セリーファンクが椅子を放げました。さあもうちょっと収集がつかなくなりました。さあテキサスシューズでウエスタンシューズで殴りつけますドリーバンクジュニアです。さあリングの中にお客様が椅子を放り投げました。お客様はあまり興奮しないように、ねはい、ブッチャーシーク組がピンホールバック2点を追加、勝ってます、はい、勝ってますか、はい、ブッチャーシーク組の勝ちですね、勝ちです、はい、どうやら上樋口レフリーは狂気に気がつかないようでピンホールが調整しました。史上最強コンビが2点を挙げています。和風マクダニエルは得点を失いました。ちょっと興奮の状態、セリーファンク、そして和風が入っています。和風組に加勢をいたしましたセリーファンク。ドリーファンクジュニアもものすごい興奮状態。ここで冷静なジャイアントババが今リングサイドにやってまいりまして両チームを分けようとしておりますが、またしてもアブドラザ・ブッチャーのものすごい表情が見られます。このアブドラザ・ブッチャーシーク組は札幌で馬場鶴田組と対決、そして大阪ではミスターレスリングストラングラー組と対決。一方の和風マクダニエルフランクヒル組は第2戦の秋田で馬場鶴田組、そして第3戦札幌ではマスカラスブラザーズと一騎打ち、第4戦浜松大会ではザ・ファンクスと、こういう風に大会13会場で行われます。大変な混乱になってまいりました。超満員の東京水道橋後楽園ホールのリング上、もう各選手はひな壇の方の方まで駆け上っています。ひな壇の方まで駆け上っています。リングの上にいるのは冷静なドリーファンクジュニアただ一人でございます。いや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 、もう放送席もめちゃくちゃですけれども、どうやらひな壇の最上段の方まで選手が登っています。誰がやってるのかちょっとお客様の頭しか見えませんので、しかし和風がね、和風がどこやら追っかけてるようですね。フォークを持って追っかけてきましたね。そうなんですね、そういうような形勢でございますけれども、しかしもう大混乱の79年世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕戦。しかし山田さん、得点の方はどうやら控え室の方まで追っかけてたようですよ。なるほど、はい、得点の方は山田さん、アブダラザ・ブッチャーシーク組が取ったんですよね。そうですね、反則ということですか。反則、いや、ピンホールを取ったようです。ピンホールを取ったんですか。上樋口組の、ね、狂気に気がつかなかったようですけれども、なるほど、今後の展開は史上最強コンビ V1 を狙っているんですけれども、この得点は大きいですね。竹内さん、これは2点大きいですね。大きいですね。竹内さん、いかがですか。これやっぱり優勝戦線で大きく出てきましたね。大きく出てまいりましたね。本当ですね。さあ今日はもう開幕戦の試合をお送りしてるんですけれども、放送席の方ももうズタズタでございます。放送席もズタズタにされました。さあリング上にはテリーバンクが残っておりますけれども、テリーは今夜の公式戦ではありませんでした。しかし和風マクダニエルの額を気遣っていますが、おっと俺も77年のオープンタグの時には右の腕をあのアブドラザ・ブッチャー野郎にブラックパワーに刺されたんだと言わんばかりに、さあその太い腕を出しました。俺の腕も見てくれと言わんばかりのテリーバンク、興奮しています、興奮しています。なおこのザ・ファンクスと史上最強コンビの対決は最終戦の蔵前大会決勝大会で当たることになっておりますが、今年もこの大会も5度の対決なんですけれども、山田さん、やはり今夜のように流血はもう必死でしょう。そうですね、やはりね、どんなに練
冷静に戦っても、はい、過去に因縁がある以上、荒れないということはないですね。本当ですね、まあ、しかし後楽園ホール大荒れになりまして、今年もまた大荒れのうちに開幕した79年の世界最強タッグ決定リーグ戦でもですけれども、ゲストの竹内さん、はい、今夜のこの雰囲気から見てですね、まあ、日本列島はこの世界から選び抜かれた7チームの熱いムード一色に包まれると思うんですけれども、最終戦まで勝ち残って最多得点を取るのはどのチームと思われますか？まだ分かりませんか？なかなか選ばれませんか？トップの3チームこれですね。ファンクス、ババス、スータ組、そしてブッチャ、シーク組、この三つどもえ戦になりそうな気がしますね。あ、そうですか。山田さん、冷静に判断してどうですか？ちょっと難しいですね。なるほどね。しかしね、はい、やっぱりシーク、ブッチャ組がね、はい、優勝候補のねトップ候補だと言われてますがね、今日の試合ぶりから見て、はい、早くも2点上げたと、うん、これは相当大きな存在になってますね。あ、なるほどね。ちょっとリング上見てください。ザ・ファンクスがどうやら和風マクダニエル組の加勢をしてますけれども、これは得点のいい方にどちらかのチームが援護するということも考えられます。